自腹は、毎年、春と秋とに、または夏と冬とに、朝廷から、衣服の死を名目として、更新以下初心に支給された六である。更新に支給されたものを特に王六と呼び、特に対象を女王とする場合には、女王六と称した。六例には、更新で、年十三以上のものに、自腹の量として、春は足に布二匹、糸に布四単、桑は十口、 秋は足犬2匹、綿2トン、布6ン、鉄4丁を賜うという規定がある。この規定量は正七くらいの末6を基準とし、区は、鉄は18位の水準に下げ、代わりに、秋の布は小6いの水準にさらに1ン加えた、ものである。また、また、乳母を賜っていた更新に対しては春、秋の死休の際に足犬4匹、糸8、12ンを賜った。 本来、更新といえども官食についていないもの及び品位が、授けられていないものを経済的に保護する目的があった。なお、官職についている更新が5位以上に達した場合は、末六と比較して多い方を支給した。延暦6年には6位の賞が6位の官職についた場合はその官職の末六を、7位以下の場合は、末六に代わって自腹料を授けた。 同20年には官職についている更新でウェビが不足して末六が支給されない者には自腹料を支給された。上岸12年、武前王の剣技を入れて王子で六を賜う者を429人に限定したが、演技式ではさらに女王にも262人に限定し、いずれも欠員の生じた場合にのみ補充されることになった。また、演技式には、 少年12以上に自腹を貯まうこととし、2世王は、絹6匹、糸12、調布18単、クは三30口とし、4世王以上は、例のごとしとされ、秋、冬の時は麺を、糸の代わりに、鉄二丁を、クワ5口に変えることとし、小で出家した者は自腹を給するのを停止することに、定められ、諸子の給与人員と不白の数量などが規定された。後にこのことは、 スタレ、わずかに、白馬世知への翌日正月8日、新滑祭りの翌日11月中未日に、女王六という式が行われるに過ぎなくなった。これは死神度の中庭で、六は人別に、絹二匹、綿六トンであった。天皇が失業し、皇后をはじめにご生じ直かこれに列し、女王は世をもって、次年、朝陽にはよらず、悪座につく。官人が名簿を取って、名を呼び、 女王は、正正して、進み録を受けて退出した。設置が行われない時は、女王録も中止した。女王は、高級の宮人以外の官につくことができず、延暦12年以降は非行進との婚姻が許された、女王の身分の境外化が進行したため、女王の行進としての身分と天皇との関係を再確認する意味で、儀式を伴う、 女王力の支給が維持されたと考えられている。演技式の段階では、定員は262人とされているが、長方3年段階においても200人が女王力を支給されていたことが知られており、その存在が確認できる。だが、新王宣言が受けられない更新の親戚効果や出家が一般的になると、2世以下の女王が非常に稀な存在となり、 平安時代末期には、実態は、花山原子であった、白川白王家以外の女王が存在しないという、事例も発生した。進化に対する自腹は特定のものに対する褒償の意味合いで臨時に支給される例もあったが11月、日の江馬城、大道3年9月20日章によって、以後には諸子にも自腹を賜ることになり、当初は12月から5月までを、夏の自腹。 6月から11月までを、冬の自腹とし、長上盤上及び上日が1 0日以上のもの、初栄派番上80日以上のもの、自重時自重夜40日以上のもの、中塚さ進む江戸練り夜50日以上のものに、賜ったが、これを改め、大道4年見琴乗りして、文館の番上日数を初栄と同一とし、初任者給与に関する規定を定めた。ただし、 飛鳥清見原の霊気からは同期にかけて、両下の給与制度として定められ、末力とは別体系のもとに支給されていたとする山下慎一郎の説もある。後進に対する自腹と進化に対する自腹は、名称こそ同じであるが、その性格は実は大きく異なる。 更新に対する自腹は官人における末録に相当するものでその支給額も末録などを参考にして定められていたのに対して進化に対する自腹は春、秋支給の末録を補う意味も含んでいるものの末録の支給対象になっていないものに対しても支給されている支給物は原則管人1名分の衣服の材料とされ冬の支給は夏の支給の場合に綿を加えたものとされた このため、品質や色などに差異があるものの、未分解級によって支給物の量には大きな差異が生じなかった。公認3年、女官職5以上のものに対して、大同年間自腹支給を停止されたのを復旧し、公認11年、式を定め、自腹給与に関する最速を規定した。演技式には所管士は6月と12月、高給。 宮人、女児は4月と10月に支給することが定められている。なお、江戸時代に将軍から大名、旗本に自腹を賜うことがあったが、それは、綿入れの小袖を与えた。高級職員令によれば、乳母が与えられるのは二世王以上とされている。親王、内親王は、品位が与えられれば、品風も支給されるために、実質は二世王を主たる適用対象としていた。 なお、この量については、六例規定に、さらに加算された分であるとする、勝浦玲子の説もある。山下、2012年、P140 から142山下、2012年、P143 から149、若戸時録と読ませることもあった。山下、2012年、P249 から251、ゴン調法3年11月26日上 中潮沖、自称2年正月7日8日上山下、2012年、P168 から173山下、2012年、P39 から43、演技式巻12、中塚佐賞の諸士寺副規定では、5位以上、中塚佐進うどねり、諸士官人以下、今両男女、大勢、課長、A 氏、課与上の6階層しか存在せず、両的には、 大きな格差がない。ありがとうございます。